体制完了。スタートしました。綺麗なスタートを切りました。第8競争農林水産大臣商店第4回 JBC レディースクラシックです。内から1番コーリンベリーが行きます。外からブルーチッパーです。アクティビューティ3番手、ワイルドフラッパー4番手、外に並んでサンビスタです。さらにその外目を追走して工業デジタルです。1コーナーにこれから入ります。マイネレーナ中段位置にかけましては、内ピッチシフタートロアボヌール神のマーチ1400を通過、マムティ、さらに内をついてはエイシンルンディです。ブレーブスキー開花予想、ボーラ東証しんがりからはフラッシュモブで、先頭からしんがりは10馬身ぐらい、2コーナーカーブです。残り1200を通過、先頭コーリンベリー、体半分のリード、2番手15番ブルーチッパー向こう上面へ、工業デジタル3番手、その後ろにはアクティビューティ、外にマイネレーナ、サンビスタは今日前にいます。ワイルドフラッパーの前におりまして、残り1000メーター通過、ワイルドフラッパーその後ろ、中段やや前のポジションです。3番のピッチシフタートロアボヌール、間には7番カビノマーチ、あと2馬身差で開花予想後ろから上がっていく、11番のマムティ、あと大きく遅れまして、ブレーブスキー、エイシンルンディ、ボーラ東証、そしてフラッシュモブ、すでに800は通過しています。第3コーナーカーブ手前、前の争いですが、先頭1番コーリンベリーかブルーチッパーか、2頭並んでワイルドフラッパーが3番手に上がっている。600の標識を通過、ワイルドフラッパー今3番手のポジションです。アクティビューティ、その後ろにサンビスタ、さらには5番のマイネーレーナ、 3,4 コーナー中間地点、さあ3番手のポジションにいる黒い帽子ワイルドフラッパー、外から上がってくる。400の標識を通過、ブルーチッパー先頭に加わった。ブルーチッパー先頭、ワイルドフラッパー、そしてサンビスタはどちらに行くか。外に行ったサンビスタです。さあ先頭ブルーチッパー、ブルーチッパー、ワイルドフラッパー、ワイルドフラッパー先頭に加わって200を通過、外からサンビスタ、外からサンビスタ、そしてトロワボヌール、外からトロワボヌール、前の争いはサンビスタ、サンビスタ先頭、ワイルドフラッパー、外からトロワボヌール、しかし先頭はサンビスタです。先頭はサンビスタゴリ。2番手は6番のトロワボヌールか、4番のワイルドフラッパーか。アクティビューティが4番手、そして5番のマイネレーナ、ブルーチッパーと入線。なんかちょっと一回入れて出したらなんかおとなしくなりすぎちゃって、思ったよりもうちょい前で競馬しようとしてたんですけど、最後はうまく反応してくれてるんですけどね。まあ前が早いですね。まあ馬もちょっと急上げて良くなった感じがあったんで、また次頑張りたいと思います。初の左回りはちょっとですね、影響あると思います。道中の手応えが全然いつもの走りじゃないんで、やっぱ左回り1回、また来年来ますナンバーハイデかなんかで前回はちょっとゲートもね、あんまりでも良くなかったですし、直線向くまでちょっと窮屈なレースしてしまったんですけど、今日はね、もう好スタートでいいレースができたと思います。前見ながら、後から褒め場がね、まくってきて、その後ろつけれたんで、はい。北海道で乗せていただいた時はちょっと硬いなとは思ったんですけども、だんだんと一線ずつね、すごく硬さも抜けて、もう本当に柔らかい馬になったなとは思いますね。まあ、どんなレースもできますし、すごい瞬発力を持ってるなと思います。まあ、いい対決で、はい、まあ、うちもいい状態だなとは思いましたけどね。ワイルドは、まあ、強い馬だったんで、はい、まあ、いい競馬ができて、ほっとしてます。はい、ここはこれしかないのかなとは、もういい位置取れてましたんで、はい、まあ、ワイルドにかなう方法はこれしかないのかなとは思ってましたけど、はい、どんどん成長してるっていう感じがありますんでね、本当に、最初はね、ここまで力つける馬なのかどうかと思いましたけど、どんどん、まあ、成長してくれたっていう感じな馬なんで、はい。で、まあ、牝馬
ね、の交流が結構ずっと続きますので、はい、それ、いければいいかなと思ってますけど。お母さんもダートグレード優勝馬でした。 S1 プリンス収まってスタートしました。綺麗なスタートを切りました。第14回 JBC スプリント G1 です。まだ横一線の状態です。ティアップワイルド、 S1 プリンス行きました。対戦レジェンド、あるいはドリームバレンチノですが、内からコパノリチャード上がっていく。ランさらにはその内をついて里のタイガーがおります。ランド王子、内を進んでノーザンリバー、中段地ティアップワイルド、セイクリムズン、その後ろですが内内を進んでおりますがハードデイズナイト、外からキモンレッド上がっていきました。スマイルビジット800を通過、外におりますのが11番の八坂ファインです。後方勢ドリームクラフト、あるいは里のロマネ、しんがりから行きますのがエイシンハダル。ゴールまで600の標識を通過、前2頭大勢レジェンド先頭、コパノリチャード2番手、3番手には3番の里のタイガーをつけて 3,4 コーナーです。外からドリームバレンチが上がっていった。 S1 プリンス、内々ノーザンリバー、ノーザンリバー内を狙って残り400の標識を通過。先頭は大勢レジェンド、大勢レジェンドリード1馬身、2番手ドリームバレンチの間に里のタイガー、里のタイガー伸びてくる。前の3頭です。あとは2馬身から3馬身切れた状態でノーザンリバーとセイクルブゾン200を通過。さあ先頭は里のタイガー、里のタイガー、さあ懸命に里のタイガー内、大勢レジェンド、外ドリームバレンチの、外からドリームバレンチの、ドリームバレンチの、サドルタイガー、大勢レジェンド、3頭固まってゴール、ドリームバレンチのです。サトのタイガー、そして大勢レジェンド、夢は見ました、いっぱい一瞬出ました。いや本当馬もねすごい状態良くて動きがすごい良かったんでチャンスあるなと思ったんですけど、まあ、理想よりも理想的なレース展開でいい競馬できたなと思うんですけど、まあ、最後は本当に岩田さんの追い比べに、ね、負けたって感じですかね。悔しいですね。もう自分が思ったよりいい流れになったし、速くならなかったから追走も楽だったんでね、しっかり足は使ってくれたんですけどね、すいませんまた、まあ、ここでも通用する、ね、力があると証明できたんで、またチャンスあれば頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと相手が強いですね。初めて JRA の馬と走ったんで、どんなもんかなって思ったけど、ちょっとやっぱ強いですね。また頑張ります。はい。そうですね。一番外もちょっと厳しいですね。はい。また頑張ります。まあ好スタートを切りましたし、先行馬の後ろでレースできましたんで、まあ今日は馬場も閉まってましたし、今もこの馬の、まあスピードを生かしてね。強気にレースしました。多少外回ったんですけどね、本当に馬が本当絶好調なんで、もう4コーナー先頭ぐらいでレースしようかなと思ったんでね、はい、すごいしぶとかったですけど、いい合わせまで、レースできたと思います。まあ、年齢を感じさせない走りをしてくれましたし、まあ、去年以上の結果が出てくれて本当に嬉しいです。今日はいい日でしたはい、放牧から帰ってきてね、東京杯1回叩いて、で状態の方もね、まあ、先週も今週も動きが良かったんでね、まあ、あとはもう岩田騎手がね、まあ、この馬の能力を、まあ、思う存分ね発揮してくれればいい結果が出ると信じてましたんでね、そのとおりになって本当に嬉しいです。双眼鏡でね見てる時に、もう4コーナー回ってくるときにね、結構手応え十分だったんで、まあ、あとはまあ、その前のね2頭を、まあ、うまいことこう寸法を測ってね追い出して、まあ、勝利に導いてくれたと感じてます。今度は追われる立場になるのでね、まあ、しっかりまた馬をね鍛え上げて調整して、まあ、いいレースをね
見せたいなと思ってますんで、まあ、うちの厩舎ね始まって、まあ、G1 初めて勝たせていただいたんでね、まあ、今すごく嬉しい気持ちでいっぱいですけど、まあ、これからもね、皆さんのファンをね、心の中に秘めながら毎日馬に接して、またあのファンの皆さんがね、こうやって競馬場に来ていただけるような馬をね、一頭でも多く育てたいなと思っていますので、応援よろしくお願いします。盛岡競馬場第10競走です。農林水産大臣商店第14回 JBC クラシック G1 ダート 2000m 出走16頭です。スタートしました。綺麗なスタートを切りました。10レース農林水産大臣商店第14回 JBC クラシック G1 です。北高たる前がまずは出てまいりました。ベストウォーリア、その外目からはファイヤーフロートです。コパのリッキーが行きます。花を行くのはコパのリッキーです。北高たる前が控えて2番手ベストウォーリア、その外ですクリソライト、そしてファイヤーフロート、内にはワンダーキュートです。14番コミュニティ、あとは中段に東北美人つけました名村タイタン、15番10番のドリームバスケット1コーナー入ります。さらに栄進七つ星、播磨の渡り鳥、縦に長くなりました。1400通過、先頭からしんがりまでは20馬身近くあって2コーナーカーブあります。先手を取った15番コパノリッキーリード1馬身、2番手9番ベストウォーリア、北高たる前クリソライト、1200を通過固まって向こう上面かかります。ワンダーキュートが現在5番手、13番ファイヤーフロート、あと開いてコミュニティ、さらに開いて東北美人向こう上面です。名村タイタン大きく間が来ました。後方勢10番ドリームバスケット、さらには2番エイシン七つ星、播磨の渡り鳥、残り 1000m を通過、さらに風の子がこのポジション後ろにいます。内々を進んでは5番のリワードレブロン、あと2馬身差オールラウンド、1番のスーブルソーです。各馬800を通過、先頭からしんがりまでは20馬身近くあって3コーナーにこれから入るところ、先頭コパノリッキーリード1馬身、ベストウォーリア2番手、ワンダーキュート内から3番手に上がるか、外目から北高たる前です。残り600を通過、これらを見ながらクリソライト、内々を進んではファイヤーフロートで 3,4 コーナー中間地点です。コパノリッキー、コパノリッキー先頭ですが、外からベストウォーリア、ベストウォーリア、さらに外から北高たる前で残り400の標識を通過、クリソライト、内を進んでくるのがワンダーキュート、4コーナーカーブから直線コースへ、ベストウォーリア先頭に変わるか、コパノリッキー盛り返す、外から北高たる前、北高たる前、間を狙って2番のワンダーキュート、200の標識を通過、クリソライト、コパノリッキー突き放す、コパノリッキー突き放す、リードは2馬身、2番手、外からクリソライト上がってきた、クリソライト、北高たる前、さらにはワンダーキュート、先頭はコパノリッキー、ゴリコパノリッキーです。春の主役は秋の主役、コパノリッキーが制しました。まあ、本当に行くのも勝負で、勇気がいることなんでね、田辺君の自然体で本当にうまく行った時は本当に大丈夫かなと思うね、まあ、ちょっと思ったんですけれども、本当田辺君が馬を信じて、馬に逆らわずこう行ってくれたんでよかったですね。これは、まあ、これコパさんの、はい、オリジナルのネクタイなんで、はい、勝負服と一緒で黄色と赤とっていう。で今日は刺身を食べなさいって言われたんで、盛岡駅のスーパー行って刺身を買ってで食べました、はい、チャンピオンズカップが中京であるんで、まあ、それを目標にまた調整していく予定です、はい、
あの潜在能力は本当に高い馬だと思ってるので、もっと強くなれるようにあのうまく調整して、あのもっとまだもうワンランクパワーアップできるんじゃないかなっていう部分もねまだあるんで、その辺をうまくあの成長を促しながら力をつけていけたらいいなと思います。よかった。まあさ、リチャードがだったでしょう、ね、俺2つとつめてきたんだけどね今日は。見てくれこの格好。1枠と、まあ、一応8枠でネクタイはさっき変えたのよ、リチャードからリッキーに。はい、あの1番はね、あの田辺君の能天気さですよ。何にも考えてないんだから。あの普通逃げたら刺さりに決まってるでしょ、平然と行きますもんね。田辺君と合ってんでしょうね、あのリッキー自体が能天気ですから。あ、能天気来ました。おめでとうございます。いや今さ、はい、田辺君の能天気さがいいんじゃないかっていう話をしたのよ。う、ね、うん、なんか寒くて、うん、脳みそもだんだんかじかんできちゃって。初めからは動いてないから。逃げるとも言ってなかったですけど、逃げないとも言ってないですよね。僕もね、あれって思って、ゲート上手だったんで。そうだった？ゲート上手だったんですよ。もう行っちゃおうと思って。馬場は割と良かったんですけども、うん、内側が水浮いてたんですよ、コーナーとか、うん、まあ、比較的水浮いた方が時計が出るんで、うん、水浮いてたとこの方が早く走れるかなと思って、うん、突っ込んでったんだ。内ラッチに、はい、取りました。でも4コーナーでちょっとこうなんかちょっとこう後ろが後続来たじゃん。そうですね、うん、あそこは、まあ、まだ自分はペース上げないで、うん、後ろ側上げただけだったんで。あ、そうだったんだ、はい、うん、でも直線また離したしね。そうですね、うん、次はあそこですよ、中距、うん、勝てんだろ。そうですね。勝利宣言で。このホラ吹きコンビがいいんだよ。もう勝てるってメールね、何回もコパさんから来たんですよ、うん、今回は関しては今回、うん、負ける映画想像できない、うん、地味なプレッシャーでね本当また盛岡一生懸命応援します、岩手応援しますので、どうぞまたコパの方も応援してください。ありがとうございました。うちも被災地って言ったら被災地ですからね、まあその心の痛みっていうか、まあ、家族とか親戚とかも、まあ、その影響を受けてはいるんで、分かる部分があるんでね、まあ、一緒に盛り上げていけたらなと思います。本当に、まあ、震災で苦しんでいる人がいっぱいおられますんでね、まあ、自分の騎乗で何ができるかって言ったら、やっぱ勝ってやっぱ、喜んでくれてね、もう本当に、競馬場、競馬を盛り上げていくだけなんで、本当にもう時間がある限り足を運んで、レースを見せられたらなと思います。今日は岩手競馬JBC 無事成功いたしました。何よりね、ここ岩手でね JBC をできたということが本当何より嬉しいです。まあ、まだまだね東北地方大変な方たちもたくさんいますけど、まあ、僕たちは今後もレースを通じて皆様に恩返ししていけたらと思ってます。また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。